じゃーん、我武人宝剣なり、リフォルメーションキングダムシールハウスビンゴ合戦開始。なに、バンダイマニア、いつでもフルスロットル。つぐみんです。ナイマルです。オス。イデニーです。オス。イデボーです。オス。今日紹介するのはこちら、リフォルメーションキングダムシールウェアハウスです。キャラクターを二頭身にリフォルメしたシールコレクションシリーズ、リフォルメーションにテレビアニメキングダムが登場しました。いやー、来ましたね。待ってました。いやね、夏にはね、実写映画が公開されて盛り上がってましたけど、今回はリフォルメーションシリーズに登場ということで嬉しいですね。嬉しいですね。いや、キングダムいっぱいキャラクターいるじゃないですか。本当に僕、王毅大好きなんですよ。あ、そうなの。ちょっと当てたいですね。いや、同じ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 。もう個性的なキャラクターいっぱいいるから、うん、今日どんなラインナップになってるか気になるよね。本当にもうたくさんのキャラクターがラインナップされてるんですけど、うん、キャラクターだけじゃなくって、うん、作中の、ね、シーンを切り取ったシールもラインナップされているので、うん、もうぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは早速やっていこう。バンマリン、今回のシールデザインはシークレット2種を含む全30種類、全種メタリックやホログラムできらめく豪華仕様となっております。こちらがパッケージの2種類となっております。いや、どちらもかっこいいですよね。どうですか、うん、いや、めちゃくちゃかっこいいね。うん、一つはね、キングダムに登場するキャラクターがたくさん描かれていていいよね。うん、そしてもう一つのパッケージの方はね、シンと教会が良きコンビで並んでますよ。うん、いいよね。パッケージもいいですね。うん、今回はキャラクターのシールはもちろん、印象的なシーンやそのキャラクターの印象的なセリフだったりとかを収録しているんですよ。かっこいいキャラクターのデザインだったりはもちろんなんですけど、どこのねセリフがデザインされてるかっていうのも気になりますよね。ね、ワクワクですよね。ということで、もう今日は早速開封して紹介していきたいんですけれども、はい、もうみんな大好きビンゴ形式で今日もね、紹介していきたいと思います。じゃじゃん。はい、いつも同じ見慣れた、はい、ビンゴのマスを用意しましたので、うん、こちらに今回のラインナップのキャラクターを書いていって、縦横斜め全部揃った人がビンゴというようなゲームになっております。はい、はい、では早速書いていきましょう。はい、誰にしようかな。誰にしようかな。迷う。いや、キャラクター本当にね、たくさんいるから ね、うん、はい、ということで皆さん書き終えましたね。はい、どんな感じになったの。はい、これまでいろんなビンゴやってきたんですけど、うんうん、ちょっと狙って書くとあんまり当たんなかったので、ちょっといろんなキャラクターを散りばめました。あ、いいですね。はい、いいですね。で、私は大好きな王毅を真ん中に持ってきつつ、で、あのキングダムってやっぱ女性のキャラも魅力的じゃないですか。そうだから結構あの女性のキャラのシカとかもヨーカオとか入れてみたりしてますよ。なるほど。僕は好きなキャラクター教会を真ん中に書いてますね。みんなも、はい、そして山の民ね、ヨータワーだったりバジオーっていったねラインナップも入れてます。うん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 、僕もね結構まんべんなく好きなキャラクターを入れてみました。ね、はい、僕はですね、まあ王毅が一番好きなんですけど、うんうん、やっぱシンが真ん中であろうというところで置いておきまして、あとこっち側はちょっと結構コンビチックというか、まあ教会シーンとか、まあ、ランカイ盛況とか、まあね、こういうところを言って、あとこっちはちょっと個人的に好きなキャラクターをね、はい、並べました。うん、いいですね。うん、いや、もう皆さんね、あのやる気が伝わってきますよ。誰がビンゴになっても文句なし。はい、これは戦ですよ。はい、はい、リフォルメーションキングダムシールハウスビンゴ合戦開始。バンマニ。はい、それではね、戦の前にはまず消毒を。はい、はい、消毒をしました。はい、はい、よーし。楽しみ。当てるぜ。当てるぜよ。私は一番前の真ん中からいきます。あらら、先陣切って。はい、これだ。あ、僕は後ろからいきます。もう真ん中からみんなが写ってるパッケージ。おー、はい、ありがとうございます。よーし、開封していきましょう。はい、あった。うわー、あった。おー、どうだどうだどうだ。みんな、はい、私は学科隊の盲点が出ましたよ。こちらスーパーレアということで、めっ
ちゃめちゃ輝いてますね。盲点はこのピンク この装いが特徴的ですよね。この背景の色もピンクで統一感があります。そしてこの余裕のある表情いいですよね。ちょっとこう剣を構えてキリッとした瞳がたまらないです。はい、裏面はこのようになっております。はい、次は私です。皆さん驚いてください。じゃーん、多いなー、トーンタンタン。ということで私はキングダムレアの境界が出ましたよ。これすごくないですか。このねキラキラのホログラムとこの金の白押しですよね。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。この境界の瞳の中もホログラムでキラキラっと輝くようになってるんですね。これは嬉しすぎる。裏面はこんな感じになってます。我武人宝剣なりということで、ノーマルの宝剣が当たりました。いや宝剣らしいね、迫力あるデザインになってますよね。宝剣といえば強さを求めて単独行動しているんですけど、リフォルメーションになってもその迫力は健在です。裏面はこのようなデザインになってます。はい、僕は蘭懐が出ました。いやこう聖教のね護衛役としてね神の前に立ちはだかった時にもうこの恐ろしい生き物は何なんだと恐怖しましたよ。本当に恐ろしい表情してますよね。そしてねこの上の方にはボエーっと書いてますよ。裏面はこのようになってます。はい、ということでまず1回目ね開封しましたけど、はい、皆さんあの出たやつ丸つけていきましょうか。はい、どう書いたよな、教会ですね。私書いてないんだ、うん、女性がっていっぱい出たので言ってたのに書いたつもりになってた。ありがとうございます。では僕の真ん中を丸させていただきますね。でもちょっと待って、僕もはい、私も出たので丸しますよ。そして僕蘭懐書いてるんでね。おお、リーチ、リーチ、リーチっすね。いや、じゃあまあ一旦ここであの、ね、お腹を満たして、そうです、ね、はい、次の戦に備えましょう。備えましょう。こちらのウエハースをね食べていきましょう。はい、いただきます。いただきます。これはバニラクリーム味で、おー、バニラだ、大好き、甘い匂いがする、うん、いただきます。いただきます。おいしい。これを食べたら勝てる気がする。うん、うわ、前からいきます。大事だなこの引き。はい、これでいきます。うんうん、はい、さあ来い来い来い、お願いします。当てたい。うわー、うわー、はい、私はレアの境界が出ました。こちらのカードもキラキラ光っております。境界の周りにもキラキラって書いてあるのも可愛いですよね。そしてさっきなえまるが引いていたキングダムレアの境界とはまた違ったこの可愛らしい表情もいいですよね。嬉しい。裏面はこのようになっております。そして私はノーマルのバジオが出ました。かっこいいな、うん、バジオらしいセリフが書いてありますね。はい、僕はリンコが当たりました。連覇四天王の一人。お、うん、はい、僕はですね先ほどナイマルが出したキングダムレアの境界が出ました。またすごいすごいね、めっちゃいいね、引きいいですねちょっと、うん、はい、丸がある方は僕はバジオあるんで丸させていただきます。はい、ちょっと実は私もバジオあるんですけど、ちょっとさっきあの境界丸打つの忘れてたんで、あのまさかのあ、もうリーチだったの、ダブルリーチになります。ダブルリーチやばい、はい、あ、でも僕もこれでリーチですね。おー、めちゃくちゃと、はい、境界とバジオでリーチです。まだない、まだないけど大丈夫、後半戦が強いから、ね、後半戦が強いからね。よし、みんな期待してて。はい、よし、じゃあ行きましょう次。はい、はい、様子を見てみよう。様子を見てみよう。今度こっち側から撮ります。はい、俺キングダムレア出たんでね、おー、慣れたと思います。作戦がね、みんなこれだな。はい、よし、頼む。来い、なに。はい、私はノーマルのリンコが出ました。はい、さっき出たシールです。うんうんうん、はい、で、私はノーマルのムタが出ました。うん、このね、セリフも脅威だべって書いてあります。いいね、ムタらしいね。いいですね。うん、そして僕はノーマルのリボクが出ました。おー、いいね、いいね、かっこいいですよ。うん、はい、あれなんか、はい、何は見せたいシール出たんで、お、期待しててくださいよ。なに、はい、僕はキングダムレアの王騎が出ました。いや、王騎かっ
こいい輝いてますよ。そして天下の大将軍というね文字もデザインされてます。いやーこのね矛を振りかざしている姿大きらしいですよね。目元のデザインもこうしてみると光り輝いてますよ。裏面はこのようになってます。はい、ということで、はい、丸をつけます。はい、はい、丸つけます。丸つけて、じゃあ私ムタ出たし、大きもね、はい、そうか、一気に丸丸と丸丸丸ね、リーチになった。リーチ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 、はい、やった、はい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 、あれあれれれれれれ、はい、ビンゴいただきました。ビンゴいただきました。早いよ、一気に早いよ。でもこれじゃあちょっと突き置きになっちゃう。そうですね、そうだね、勝ちたいですね。最終的に決戦ですか。一気打ち、いやこれは負けられない。いいじゃないですか、一気打ちしてもらおうかな、ね、おまけに私たちもね。そうですね、開封者、はい、いきます。いいんですか、それで。これで大丈夫です、はい、力あります。はい、これでいきます。私たちもさっと、そうすいません、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 いや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 、まだまだ、来い、決めるんだ。はい、私はノーマルの鹿が出ました。鹿、はい、いいね、難しいですね、ちゃんとセリフも書いてるんですよ。あの印象的なセリフですよ、はい、あなたは誰よりも偉大な王になる。いやー、もう大好き、本当に嬉しい、いいなー、はい、はい、そして僕はノーマルのカリオテンが出ました。こっちも可愛いね、可愛いね、このカリオテンなんだね、そう、この姿、ね、うん、うん、ということは、はい、僕は書いてないです。お、私は書こうと思ったんですけど書いてないです。そうなんですね。ちなみに私たちは、あ、僕ね、聖教が出ました。いいね、はい、ランカイと、ね、並べてね、わー、私はノーマルの黄金が出てます。おー、ね、いいよね、うん、さあ、どっちになるんだろうな、はい、直感で、はい、引きます。じゃあここ、はい、リリニーより先に当てるぞ。行くぞ、負けないぞ、次リリニーは、うい、はい、私はノーマルのトウが出ました。おー、トウですね、ファル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 、印象的な、あるし、はい、見開いた目がね、ね、印象的じゃないですか、迫力あるね、ね、嬉しいね、これはね、はい、僕はですね、レアの王毅とトウが出た、出ましたよ。あ、いいじゃん、ね、いいよね、これ、ね、やっぱりめっちゃいい。で、お二人の対決どうだったんですか。はい、僕は王毅が出ました。先ほどね、王毅出たんですけど、今回はノーマルの王毅ですね。はい、このセリフが、そう、ね、こここ、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 ふっとね、印象的な笑ってるシーンですよ。大きらしいね、気になる、私のセリフ、はい、ニヤニヤしてる、こちらです。じゃーん、おー、いいなー、いいね、スーパーレアの衛星が出ました。いや、かっこいい、かっこいいね、すぎるね、こっちを前に出してね、ね、かっこよすぎます。はい、統一ですよであるわ、はい、ということは、ということは、僕はもう大きい丸してるんで、そうだね、そうだね、はい、はい、私は衛星書いているので、うわー、はい、ダブルビンゴ来てます。ダブルビンゴ、はい、すげー、おー、やられたぜ。このシール合戦に勝ったのは、はい、つぐみんでした。おめでとうございます。どんまに統一、統一しましたね、やったー。今日はリフォルメーションキングダムシールウェハースを紹介しました。ということで、たくさん開封しましたね。もうすごい、やっぱキャラクターもたくさんいて、うん、楽しかったよね。楽しかった、うん、豪華だったよね、うん、今回のシール、このセリフが入ってるっていうのも良かったね。確かにそう、のにね、うん、もうキャラクターらしいセリフがね、うん、入ってるから、あ、これこれみたいな、ボエーって書いてました。それいいよね、これいい、うん、そしてね、まあ、僕はキングダムレアの、うん、やっぱ大きい、これお気に入りなんで、ね、羨ましい、将軍というね、うん、文字も書かれてますし、もうやっぱデザインもかっこいいですよ、うん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 、今回私たちは結構キャラクターのシールをね、うん、たくさん引いたんだけど、うん、この中には作中の印象的なシーンを描いてるシールがあったりするので、うん、もうね、ぜひぜひ皆さんね、ゲットして開封して、作中のあの出来事をね、思い出してほしいなと思います、うん、フォルメーションキングダムシールウェハースは2月12日発売予定。テレビアニメキングダム第5シリーズは毎週土曜24時から NHK 総合にて現在放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。